君の笑顔に会える日を俺は夢見て、長かったお休みも今日でおしまいなのね。あなたはお休みの時もずっと寮にいるものね。やっぱり寂しい？どうせあなたのことだから、お休みの間も真面目に勉強してるんでしょ。たまには息を抜いた方がいいわよ。前から聞こうと思ってたけど、どうしてそんなにお医者様になりたいの？亡くなったあなたのお父様がお医者様だったから。なるほどね。だけど息抜きだって必要よ。そうだ、今度のお休みにはうちに遊びに来ない？祖父がこの間ヨットを買ったの。一緒にクルーズしましょう。よかった。じゃあ決まりね。それじゃあ私今日はそろそろ帰るわ。また明日ね。アンジェリック、こんなところにいたんですか。早く部屋に戻りなさい。何かあったも何もタナトスですよ。タナトスが
この学校の近くに出たんです。幸い被害が出る前にタナトスは退治されました。